上野交通安全の集いを開催させていただきます。司会を務めさせていただきます上野警察署交通課小林と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はお忙しい中上野交通安全の集いにご参加いただき誠にありがとうございます。世界一の交通安全都市東京を目指して本年も春の全国交通安全運動が5月11日から5月20日までの10日間行われます。交通安全スローガンはたくさんの笑顔が走る首都東京です。本日はたくさんの笑顔が走る上野の街となるようにお集まりいただいた皆様方と一緒に交通安全について学び、お一人お一人に交通ルールを守ることの大切さを確認していただいて、街ぐるみ地域ぐるみでの交通事故を防いでいくことを目的としております。最後までお付き合いいただき、交通事故が1件でも減るようご協力いただければと思います。それでは第1部式典を始めさせていただきます。はじめに各主催者からご挨拶申し上げます。上野警察署末広署長お願いいたします。こんにちは。ただいまご紹介をいただきました上野警察署長の末広と申します。よろしくお願いします。本日は5月11日から始まります春の全国交通安全運動を前に上野交通安全パレードを開催しましたところ、このように多くの方々にお集まりいただきましてありがとうございます。そして、上野交通安全協会の小林会長、警視庁本部からは今村交通部長、松坂屋上野店の渡辺店長、台東区交通対策課の田淵課長、そして本日の一日警察署長として飯島直子様にもご臨席いただきまして本当に誠にありがとうございます。さて、早速の機会ですので、上野警察署管内のですね、交通状況についてちょっとお話をさせていただきたいと思います。4月末現在、交通事故は、60件発生しておりまして70名の方が怪我をされております。これは2日に1件事故が起こり、怪我をされているというような状況となっています。で、昨年のですね、4月と比べますと、発生状況並びに負傷者の件数というのは約 1.2 倍に増加している状況でございます。管内の交通の特徴ですけど、交通事故の特徴ですが、自転車の関与する交通事故が約4割と高くなっております。まあ、そのためにですね、我々は自転車利用者の方の交通ルールのマナー、これの浸透、そして悪質な交通違反者に対しては指導取り締まりを喫緊の課題として今取り組んでいるところでございます。特に4月1日からは自転車利用者の方には全ての方に乗車用ヘルメット、これをかぶっていただく努力義務が課せられるようになりましたので、これの着用率の向上を今私どもは今推進をしているところでございます。従いまして本日はお集まりの皆様方にありましても、ぜひ自転車に乗るときには乗車用のヘルメットをかぶっていただいて、万が一事故が起きた時の被害軽減、これに努めていただきたいなというふうに思っております。この後交通安全教室を行いますが、上野警察署といたしましては、交通安全は上野から
ということをですね、合言葉に、交通事故ゼロを目指して、これからも邁進してまいりますので、どうか引き続き皆様方のご協力をよろしくお願いをいたします。結びに本日お集まりの皆様方のご健康とご多幸をお祈りいたしまして、私の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、上野交通安全協会小林会長、お願いいたします。皆さんこんにちは。お暑い中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。皆さんお生まれになってこの方ですね、ハッとしたようなこと、驚くようなことにお会いになったことがほとんどだと思いますけれども、人生にはですね、生まれてこの方、上り坂と下り坂がございます。上り坂の方はね、すごく調子が良くて何でも何をやっても成功するんですけど、下り坂の方はですね、これはまた気をつけなくてはいけないと思うんです。ましてやですね、もう一つ大きな坂がございます。まさかという坂ですね、これに出会うと大変なことになります。皆さんハッとしたようなこと、驚かれたようなことがあると思います。皆さんこれからですね、生きていく間にですね、大変な思いもされることもあると思います。しかし、皆さんが交通ルールを守って運転する人も、歩く人も、オートバイを乗る人も、自転車を乗る人も、一人一人が交通ルールを守って行動すれば、このまさかという坂には当たらないと思うんですね。どうか交通ルールというのは皆様の命の安全のための規則でございます。どうかこの規則を守っていただいて、世の中から交通事故が一件でも少なくなりますように、これからもよろしくお願いしたいと思います。最後になりましたが、皆様方のご健康とご多幸をお祈りしまして、私の挨拶とします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ここでご来賓の皆様からご挨拶をいただきます。警視庁交通部、今村交通部長、お願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました警視庁交通部長の今村でございます。本日は5月の11日から行われます春の全国交通安全運動に先立ちまして、上野交通安全パレードが挙行されますことを心よりお喜びを申し上げます。またここにお集まりの皆様方には、平素から交通安全活動へのご支援をはじめ、警視庁の活動に対する深いご理解とご協力を賜っておりますことを心より御礼を申し上げます。さて、都内の交通事故死者の推移でございますけれども、昭和35年には1179人もの方が交通事故で亡くなっておりましたが、昨年は戦後最少132人となり、ピーク時と比べまして約9分の1にまで減少しております。これも昭和23年から今日まで続く全国交通安全運動をはじめ、都民や国民の皆様が交通事故防止のために懸命に努力を重ねてきたことの賜物でありまして、感謝を申し上げます。しかしながら、子どもを含めました歩行者が当事者となる事故、あるいは飲酒運転や無免許といった悪質な違反は後を絶たず、また自転車乗車中の交通事故が増加傾向にあるなど、こういった現状を踏まえますと、今後も皆様とともに交通安全活動を一層強化する必要があると考えております。ご来場の皆様には、交通事故は決して他人事ではないという意識を持ちいただき、交通ルールマナーを守り、ご自身が交通事故の当事者とならないようにお気をつけいただきたいと思います。結びに、警視庁が交通事故防止スローガンに掲げております世界一の交通安全都市東京を目指してを、この台東区上野から力強く発信することにより、悲しい交通事故が一件でもなくなりますことを心よりお祈り申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。まだまだご祝辞やご挨拶をいただきたいところではありますが、お時間の都合上、これよりお名前のみのご紹介とさせていただきます。なお、ご着席の順番にご紹介させていただきます。上野警察署一日署長、飯島直子署長。株式会社大丸松坂屋百貨店、上野店店長渡辺様。台東区交通対策課課長田淵様。登壇者の皆様をご紹介させていただきました。以上で第1部式典を終了させていただきます。登壇者の皆様は観客席へ移動をお願いいたします。